Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Star Rail et il est temps de s'attaquer à la quête compagnon de Natasha, les origines de la médecine. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. J'espère que ton exploration va progresser, Poyo, et que ton voyage se fera sans douleur. Bien sûr, même en cas de blessure accidentelle, nul besoin de paniquer. Laisse le docteur s'en occuper. Besoin d'aide, docteur Natasha? ちょうど君にお願いしたいことがあったの。カルテを見たら、最近最新を受けていない患者さんが何人かいて、少し心配なのよ。過去に似たようなことはあったけど、こんなに一気に来なくなるだなんて初めてで。難病、重症患者サポート会という団体を知ってる？No。Alors, on dirait le nom d'une œuvre de charité. 病気を克服しようとしたり、そんな自分の経験を共有したりしている患者の活動を支え、励ましているのが一般的な支援団体よ。でもおそらく、サポート会はそんな単純なものじゃない。私が見ている患者の何人かは、難病、重症患者サポート会に参加してから、治療を拒否するようになったの。おかしいと思って当然でしょ。さらに怪しいことに、いくら聞いても誰もサポート会の詳細を教えてくれなかったの。だから、危険なお願いのように聞こえるかもしれないけど、君がすべきことは簡単よ。サポート会の実情を調査して、一体何をしているのかを明らかにしてほしいの。もしサポート会が主治医である私に隠れて患者に害を及ぼすことをしていたら黙って見ているわけにはいかないわ。この件君に任せてもいいかしら。私は毎日この小さな診療所でたくさんの患者を診察する必要がある。君が手助けしてくれるおかげで安心して治療に集中できるわ。それじゃあお願いね。戻ってきたら、ちゃんとお礼をするわ。Les origines de la médecine. Des tranches de vie avant le brasier. Les origines, parler au premier de patient qui n'est pas venu pour sa visite de suivi. Kimi, au 診療所で見かけたことがある。Natasha 先生のところで雑用をしていたよな。Natasha, comment ? しらばっくれるな。僕の目をごまかすことはできないぞ。当ててやろう。再診を受けるよう説得しろって、ナターシャ先生から頼まれたんだな。それに何の意味がある？僕はもう末期だ。終わりだよ。もうこれでいいんだ。Était-ce la conclusion du diagnostic de Natasha? Donc ça vaut pas la peine. Faut faire confiance d'abord au médecin avant de ce que tu lis dans un livre ou sur internet. もうダラダラと話すのは終わりにしよう。実はお金がないんだ。ナターシャ先生はずっと後払いにしてくれているけど、僕はそこまで厚顔無恥な人間じゃない。Alors, l'argent est une chose, mais là c'est une question de vie ou de mort。そんなこと。君に言われなくても分かってるよ。説得は諦めろ。もういいんだ。前にバク先生に見てもらっていた時はお金がかからなかったのに。ナターシャ先生もいい人だけど、僕の中では彼こそ最も。Qui est ce docteur Wash?
ナターシャ先生のお兄さんのことさ。以前は二人ともリベットタウンで医者をしていたんだ。噂によると、バク先生は上層部にある医学院に通っていた頃から優秀で、大きな病院も彼を欲しがっていたらしい。なぜ彼がこの貧しい下層部に来たのかはわからないけど、純粋な善意に違いない。ラプセーヴァー。Des soins gratuits? J'y crois pas une seconde. En même temps, Natasha le fait. 何を言ってるんだ？バフ先生は貧しい人たちの医者だった。薬はいつも無料だったし、飲んだ後の体調も丁寧に聞いてくれていた。しかもその薬はバフ先生が自ら調合していたらしい。下層部では薬などの物資が不足しているからな。Pourquoi donc avoir cessé de consulter ? 行けたら行きたいに決まっているだろう。だが噂によるとバフ先生はもう亡くなったらしいんだ。そのこれから教えることは他の人には言うなよ。Je ne resterai pas muet comme une carpe. 聞いたところによると、妹であるナターシャ先生がバフ先生の死に関わっているらしい。ナターシャ。バフ先生が自分の患者を奪ったことに嫉妬していた。だから。Tu crois vraiment à tout et n'importe quoi, ton gars. Et vous avez avalé cette histoire? 小耳に挟んだだけだ。Merci. 僕だってナターシャ先生がそんなことをするはずがないって信じてる。もういい。これ以上話すことはない。ナターシャ先生がわざわざ人をよこしたんだから、言う通りにするよ。後で病院に行く。また会おう。さっきの患者は経済的な理由で再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。何を言っているんだい？大声でお願い。あたしは耳が悪いんだよ。Je voulais demander pourquoi vous ne vous faites plus suivre. どうして再診を受けない？それが聞きたいこと？ナターシャ先生はいい子で、診察でも毎回とても親切にしてくれる。でも私はもうこの年だ。少しの無理もできない。病気が治っても長くは生きられない。ただの無駄遣いだよ。Il n'y a pas de temps perdu quand on a vu son jeu. Vous devriez écouter le docteur Natasha. あの子はいつも決まった時間に薬を飲むように言ってきた。私を思って言ってくれているのはわかるんだけどね。実はうちの旦那も同じ病気だったんだ。あの人は私に薬を飲めと言っていたけど、自分は何もしていなかった。それからある日、コークに用があると言って出て行ったきりになってしまった。あの人は前から言ってたよ。私よりも先に行きたいってね。本当にわがままな人だった。唯一の気がかりだった伴侶がいなくなったっていうのに、他に誰が私の寿命なんかを気にするんだい。ドクターナタッシャは避けっぽう。そうだね。確かにあの子は私のことをとても気にかけてくれていたけど、彼女の負担になっている気がしてね。分かったよ。あんたの言うことを聞いて、ナターシャ先生のところにもう一度行くよ。ん？また何か言ったかい？あたしは耳が遠くてね。Est-ce que la société d'aide mutuelle vous dit quelque chose? Sapoto. Nandate. Non.
La société d'aide mutuelle. Ah, 聞こえた、聞こえたよ。もっと小さな声でいい。ないね。サポート会なんて聞いたことないよ。おばあちゃんは旦那さんのことを考えた結果、再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。Patient suspicieux directement. 再診を受けない理由を聞くとは、お前も患者か？Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? 彼女以外に俺のことを気にかける人間なんているか？今の俺にナターシャ先生の助けは必要ないんだ。俺の分の薬と心配は他の奴らに分けてくれ。Avez-vous un différent avec elle ? 確執？そんなものはない。彼女は仮想部ではたった一人しかいない良心的な医者だ。だが彼女のやり方は非効率的だし、理想主義すぎるから賛成できないんだ。全員を救おうとすることは誰も救えないことと同じだ。そんなやり方では患者が苦しむだけだし、医者側だって疲弊する。何せ俺みたいな交付は長期にわたる治療を受けることなんてできないからな。薬を飲んでもすぐに仕事に復帰し、金を稼ぐことができなければ生きていけないだろう。ワフ先生を知ってるか？彼が調合した薬は安くて即効性がある。Le goût du risque。ワフ先生の薬はとても特殊で、それを飲んで治ったやつもいれば、症状が悪化して亡くなったやつもいる。だが、リスクがあっても、誰もが薬を手に入れようとした。なぜかわかるか？Ils ont goût du risque? わかってるじゃないか。どんなやつだって、追い込まれれば目の前のチャンスに飛びつくもんだろう。たとえ、そのせいで命を失いそうになってもな。俺らのような人間にとって、緩慢で苦痛を伴う治療は、死ねと言われているようなものだ。もう話は終わりだ。お前にこれだけ話しても意味がない。バフ先生。Vous pouvez me procurer cette pilule miracle ? なんだ、お前も特効薬に興味を持ったのか？こっそり教えてやるよ。難病重症患者サポート会という団体が今でも薬を売ってる。うん。と、絶対に。ナターシャ先生にだけはこの情報を教えるな。分かったか？ほら、これを持っていけ。難病重症患者サポート会が薬を売っている場所だ。特効薬を売ってる場所は分かったけど、これからどうしよう。さっきの患者はナターシャに教えるなと言っていた。Examinons l'adressement à cette fameuse pilule miracle.Je pense que nous sommes suffisamment grands pour pouvoir faire les choses correctement. On ira en parler à Natacha quand on aura un peu plus d'informations. Pas nécessairement l'idéal, on est d'accord, mais. Comme on dit, une chose à la fois. Tomare!どこに行くんだ？ C'est normal que des vagabonds sont ici à l'intérieur. 薬を買いたい。ああ、分かったぞ。お前もバウス先生の特効薬を求めてきたんだな。ここを通る哀れなる老者はみんなお前と一緒だ。薬を買いたいのなら俺に。このああちなみにここは現金支払いのみで後払いはダメだ。Alors, j'ai entendu dire que la médecine était ici était plutôt abordable. 値段はサポート会が後から決めたんだ。
バク先生みたいに無料で与えるわけにはいかないが、診療所の女医者から買うよりは安い。おい、買うか買わないか待てよ。お前の格好、あ、待ちます。あの女医者の知り合いだな。J'espérais pouvoir récupérer le médicament et pouvoir le montrer à Natasha. Est-ce que je peux le prendre sur ton cadavre? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Termine. Et on va donc revoir Natasha. Part de vos découvertes sur la société d'aide mutuelle. C'est-à-dire, support会は兄、バフが残した研究成果を見つけたのね。Donc le Dr. Wash était vraiment son frère. そして彼らは、いわゆる特効薬を一部の患者に売っている。そんなことをするなんて、やはり真っ当な組織なんかじゃなかったのね。Alors, les patients ne voulaient pas que je t'en parle. Le patient a dit qu'il était prêt à prendre le risque. Je ne suis pas prêt à prendre le risque.道理でサポート会に関する情報をなかなか教えてくれなかったのね。その人たちが私に関する良くない噂話をしていたから、君はまず薬が売られている場所を調査しに行ったのね。君を責めたりなんかしないわ。私を信じてここに来てくれてありがとう。Je voulais juste avoir plus d'informations avant de venir te voir. Je serais quand même venu te voir, quoi qu'il arrive. もしバフの特効薬が気になるのなら、診療所の患者に聞いてみるといいでしょう。どんな答えが返ってくるか、君自身で確かめて。バフ先生のことをわざわざ上層部から来てくれた善人だという人もいるけど、私はそう思わない。貧しい人たちの医者なんて言い方は、自分で自分を感動させてるだけよ。バフ先生は無料で薬を配っていたけど、それを飲む人たちのことは大して気にかけていなかった。言葉は悪いけど、私たちは彼の実験台に過ぎなかった。病気が治るかどうかは重要じゃない。重要なのは彼のおもちゃになりたい人がいるかどうかよ。もちろん他の人の意見をどうにかできるわけじゃないから、これはただの私の憶測だけどね。バフの残した薬ですって。あんなもの本当に薬って言えるの？ナターシャがここにいるけど、はっきりと言わせてもらうわ。私からすればバフは道徳心が欠けていて、いい医者とは言えない。医者としての技術はあるけど、病をちゃんと治そうとは思っていないの。以前診察に行った時、どこが悪いのかも聞かずに特効薬を処方されたのよ。あなただったら何のためらいもなくその薬を飲める？バフのことをどうやって君に伝えるべきか、まだ考えがまとまっていないの。私、バフについていろいろな意見を聞いたはずよ。
pense que c'est un médecin sans scrupules, il n'avait aucune éthique. De ce qu'on nous raconte depuis le début. ね、君に会ってもらいたい患者がもう一人いるの。彼女は特効薬の被害者。薬物が患者にもたらす影響を君自身の目で確かめてほしいの。彼女の状況を把握したら、ここに来て、また意見を聞かせてちょうだい。その後に、もう一つ頼みたいことがあるの。 Je suis un ami de Natacha. Vous êtes une patiente du docteur Natacha, vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas? J'ai bien peur que non. Est-ce que tout va bien? あなたは知らない。彼女も知らない。誰も知らない。どこに行ったの？彼らは。そこの若い子や。こっちにおいで。私とおしゃべりしましょう。かわいそうにね。彼女の夫と子供は病気で亡くなったの。 Alors, elle devait avoir attrapé quelque chose de grave. そんなに深刻じゃなかったのよ。ただ寝込むことが時々あって、たまに仕事に支障が出るぐらいだった。だから病気を感知させるために特効薬とやらを手に入れた。 その薬を服用するようになってから、二人の病状がたちまち悪くなるだなんて、誰も思ってなかったわ。あの苦しみようは死んだ方がマシだと思えるぐらいだった。それからしばらくして、二人は間を置かずに亡くなってしまったの。それから彼女は今のようになってしまった。 ナターシャ先生が率先して彼女の世話をしてくれたけど、そうじゃなければ、ああ、考えたくもない。まあ、とりあえず、ポイズン。仕方なかったのよ。リスクがある薬だと聞いていたし、運が悪かったとしか表現しようがないわね。 彼女と話せた？その表情から察するに、特効薬の性質を理解したようね。Je l'avais déjà compris depuis un moment, mais oui. Ce vendeur de médicaments profite de notre détresse. バフだろうが、サポート会だろうが、彼らは仮想部の人たちの心理をよく理解していた。 お話を聞かせてあげる。昔、上層部に腕のいい医者がいて、彼は薬の調合にも長けていた。その医者は、人が極寒に耐えられるようになる薬を研究していたの。彼はその研究を、吹雪免疫と名付けた。でも医者の研究は、何度も暗礁に乗り上げた。 被験者が少なかったのよ。体の免疫システムに手を加えるなんて、大きなリスクを伴うから、
上層部では誰も実験に協力しようとしなかったの。その結果、医者は下層部にいる妹に連絡を取った。それを知った妹は大喜びしたわ。何しろ彼女は医者としてずっと兄を目標としていたから。だから彼女は下層部にやってきた兄を迎え入れた。その後のことは君も知ってるはずよ。La première, j'ai pas douté d'elle, donc peu importe. J'ai du mal à croire que ce type était ton frère. Baf は貧乏な人たちに無料で薬を配っていた。けれどそれは薬の効果を試すための手段に過ぎなかったの。確かに彼の試薬は患者の苦痛をある程度緩和できたけど、それだけよ。試薬の効果でしばらくの間は苦痛が和らぐから、通常の治療がおろそかになる。その結果、軽症者は偽りの薬の効果で症状が良くなり、すべての功績は特効薬にあると思い込む。死に至った人たちのことをただの不運やリスクという言葉で片付けたくないの。責任感のある医者ならそんなことを受け入れるはずがない。だから正式に特効薬を回収する仕事を依頼したいの。引き受けてくれるかしら。Que quelqu'un intervienne. ありがとう。こうすることで必ず特効薬に依存している患者を苦しめることになる。彼らの偽りの希望を打ち砕くのだから。でも情に流されず必ずバフが残した薬を回収してほしいの。全ての責任と結果は私にある。だから君が不安になる必要はないわ。行ってらっしゃい。いい知らせを待っているわ。止まれ。この先は通行禁止だ。Donnez-moi la pilule miracle。堂々としやがって。渡さなかったら奪うつもりだろ。出るか。お前、やっぱりあのジョイの手下だな。俺たちサポート会の情報網をなめるなよ。どうやらあの女が俺たちの薬に目をつけて、お前を送り込んできたようだな。野郎ども、遠慮するな。こいつを。ルールは破るためにある。Avait pas compté de médicaments étiquetés avec des numéros d'expérience. Il doit s'agir de la pilule miracle dont parlait la société d'aide mutuelle. Les bruits de pas se font soudainement entendre dans votre dos. Comment ça ? 今度は誰が喧嘩を打ってきたんだ？おや、有名なよそ者じゃないか。まさか泥棒や強盗の真似をするとはな。ほう、たまたま通りかかって出入り口を見張っていた私の部下をボコボコにしたのか。Exactement。その度胸に免じて教えてやろう。私は難病重症患者サポート会の会長だ。目の前にあるこの薬は多くの会員の命に等しい。彼らの健康を損なうようなことをして本当にいいのか。Les médicaments que vous détenez sont en effet vitaux pour beaucoup de personnes, pour ceux qui se font de l'argent, pas pour les patients. 患者たちは実に気の毒だな。せっかく命を救ってくれる特効薬を見つけたのに、君みたいな強盗が現れるとは。この下層部には多くの患者がいるが、
あの診療所だけでは全員の面倒を見ることはできないだろう。私のサポート会は彼女が面倒を見れずにいる患者たちを助けている。私たちは感謝されるべきでは。Alors, elle n'accepterait jamais de travailler avec un imposteur comme vous. どうしてもここをめちゃくちゃにしたいようだな。じゃあ、こう。ここを見つけられたのなら、こちらも君を無事に返すわけにはいかない。お前たち、この薬泥棒を捕らえろ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。た。同天元気。超無一角。はっ。あれ。おやすみ。やっ。私たちに何の恨みがあるんだ。なぜ私たちの金づるを奪おうとする。Est-ce que tu considères ça comme un gagne-pain? 金づる？自分で認めたようね。薬を売るのは金儲けのためで、患者の命を救うためではないと。どこからやってきたんだ。くそ、どうして次から次へとトラブルが。両親に目を背け、偽の薬を売ろうと決めた日から何かしらのトラブルが起こることを予期していたはずよ。私には患者たちの命や安全を守る責任がある。言い換えれば、患者の生命を脅かす危険要素は必ず排除しなければならない。全ての人間を救うことはできない。下層部にはたくさんの病人がいるっていうのに、どうやって全員を助けるつもりだ。そうね。私の力だけでは不可能よ。でも、もし必要であれば、食事も睡眠も放棄して治療するわ。バフが下層部に残した負債は、今でも私が肩代わりしている。私は倒れてでも、ここで人々の役に立てるように努力するつもりよ。意固地なやつだ。その辺は頭のおかしい兄と全く同じだな。褒め言葉だと思っておくわ。ありがとう。今日、君は多くの下層部の人々を救ったわ。私は何とかして兄が残したこの試薬を処理する。もう二度とサポート会が彼の名前を使って悪さができないようにね。町に戻りましょう。まだ患者たちに説明してないもの。ナターシャが患者たちに囲まれている。何を話してるのか聞いてみよう。先生、何を言ってるんだ。特効薬の配布はもう終わりだと。ええ、その通りよ。あの薬には重大なリスクが潜んでいる。みんなの病気には合理的かつ科学的な治療が必要なの。むやみやたらに薬を服用する行為は症状を悪化させるだけよ。何が合理的科学的だ。自分の患者を奪われて嫉妬してるんだろう。ナターシャ先生にそんなことを言うなんて。おい、ばあさん、なんで彼女の味方をするんだ。特効薬のおかげで元気になったっていうのに今さら供給を断つだと。何なんだ。イライラする気持ちもよくわかるけど、担当医である私の判断も信じてほしい。
私はみんながそれぞれの困難を乗り越えられるように医療物資を確保する方法を必ず考えるわ。必要があれば上層部にも助けを求めてみる。上層部忘れてたよ、先生は上層部のお嬢様だったな。ナターシャ先生に対してなんて口の利き方をするんだい。ち、早く特効薬の代わりを見つけてみせろよ。じゃないと彼女がバフ先生を陥れたことを全員に言いふらしてやるからな。俺はもう行く。ごめんなさい、気まずい場面を見られたわね。J'aimerais remettre en place ce chevaillon moi-même. 落ち着いて。あんな反応されても仕方ないわ。私にできることは、彼のような患者を治療して、疑いを払拭することね。この話は後回しにしましょう。バフの残した騒ぎが一段落して胸の使いが降りたわ。今から彼とのことを全部説明するわね。何か質問があるのなら遠慮せずに言って。Était-ce ton frère biologique? ええ、血はつながっていない。でも私たちは本当の兄弟よりも親しい間柄だったわ。私も実は孤児院で育ったの。上層部の家族の養子になってから人生が変わり始めた。養母は私を実の娘のように可愛がってくれたわ。バフもそう、実の妹のように扱ってくれた。養父母の家は代々続く医者の家系で、私たちは幼い頃から様々な医学の専門書に触れていたの。そして二人とも順調にベロブルグの医学院に入学し、その後も医療の道を歩いた。Quel genre de personnage était Wash? 温厚で物静かだったわ。でも専門的なことに対してはまるで人が変わったように極端に固執するの。私が実験で失敗するたびに彼は鋭い言葉で攻めてきた。でもいつも後から私に謝って慰めてくれたの。彼は矛盾を抱えた人だったわ。Donc tu savais que ce médicament était son invention. 彼がリベットタウンに試薬を残していたなんて知らなかったわ。だから君から聞いたとき、少し驚いたの。完全に断ち切ることのできなかった過去は、必ずいつか戻ってきて、目の前に立ちはだかるのね。Est-il vraiment décédé? 最初から説明するわね。バフには小さい頃からの夢があった。吹雪免疫という薬を作り出すことよ。彼は人間の体が寒さに弱いことを病気の一種だとみなしてた。だからそれに対抗するための薬を開発したいと考えてたの。そうすれば人々は雪原で強度を築き直すことができるでしょう。
私は彼の理想とやり抜く力を信じていたけど、吹雪免疫は叶わぬ理想だと思ってた。彼の上層部での研究がうまくいっていないことも知ってたから、誘いの手紙をよく送っていたわ。孤児院で子供たちと一緒に過ごしましょうって、気分転換になればいいと思っていたの。でも当時の私はまだ若かったから分からなかったのね。Il a changé. 彼は下層部で劣界の侵食をわずかに受けた患者たちに出会ったの。暑さや寒さに対して異なる反応を示す患者たちの体やその特徴に彼は夢中になった。そして彼はその効果を再現するようになったの。それが吹雪免疫の開発の後押しになると考えたのよ。彼の試薬に病を癒す効果なんてなかった。この世にそんな万能薬は存在しないわ。研究対象となる人の症状を短期間安定させて、体の変化を観察しやすくするためにバフは試薬を作り出したの。いつの間にか何の罪もない住民に彼は試薬を配っていたわ。私が異変に気づいた時にはもう、恐ろしい研究によって彼の理性は限界まですり減っていた。Il avait perdu toute humanité. Tout était à mon proche. Je ne peux pas rire. Face à des gens proches, la confiance dans moi me brouillait. Après les expériences de son père, Oleg et moi ne savions pas comment mettre fin à cette situation.いろいろと話し合った。当時は下層部が封鎖される直前だった。だから下層部にシルバーメインはほとんどいなかったの。オレグは追放を提案したわ。彼が二度と下層部に足を踏み入れないようにすればいいと言ってね。もし真実を知られていたら、バフはきっと被害者たちの怒りに触れて八つ裂きにされていたはずよ。当時の私は若くて甘かった。オレグはきっと私の気持ちも考えてそんな提案をしてくれたのね。Il a fait le bon choix.そうだといいけれど、真実を知った日、初めて兄が他人のように思えたわ。Même si j'avoue que, en effet, c'est pas assez sévère à mon sens, parce que par définition, il a participé à la mort de je ne sais combien de dizaines, voire centaines de personnes. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. On s'en fout en ce moment. 私とオレグは彼を上層部へと追放した。その時バフは最後の望みを言ったの。場外にある彼がずっと克服したいと願っていた雪原に行きたいってね。私の目の前で彼は雪の向こうに消えたわ。あの時から私は頭の中で繰り返し何度も自分に言い聞かせているの。バフはもう死んだってね。
めんなさい。こういった話をするのは苦手なの。バフはひどい兄で最低な医者だったわ。君はそれだけ分かっていればいい。今日はここまでにしましょう。兄が残した問題を解決してくれてありがとう。これは感謝の気持ちよ。受け取ってくれるかしら。Et on vient de terminer les origines de la médecine, même si l'ambiance était assez lourde, disons-le quand même. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!